17は台湾。台湾でもともと流行ってるサイトなの。台湾で。こっちがサブか。あ、ありがとう。台湾で2700万ダウンロード。2700万ダウンロードはすごいよね。本当にすごいと思うよ。多分、ふわっちが100万ダウンロードってキャンペーン打ってたから、多分ね、300万ダウンロードとか200万ダウンロード行ってないで、この盛り上がりなのよ。だから、ほぼシェア取ってる状態。独占状態だよね。2700万ダウンロードすごいよね。だって、本当に人口が桁違いだもん。めちゃめちゃ儲かってると思うよ。運営さん。それは日本法人立ててみっかってなれるでしょ。日本のマーケット取りに行こうかって。トップの配信者がだって一枠で3000万振り込まれたって聞いたもんね。これすごいよね。桁が違うよ。まあね、そういうと配信サイトのオープニングでできたっていうのは、すごい光栄だと思うけどね。立ち上げっていうか、日本法人の立ち上げに参加できたっていうのは嬉しいよね。貢献したいなと思うよ。せっかくやるんだったら。もちろん、ふわっちにも貢献していきたいっていうのは俺の中ですごい強くあるけど、ふわっちを裏切ることはないけどね。3000万とかマンション買えますね。本当だよね。すごいよね。3000万って。しかもその人男性でお医者さんなんだよ。歯医者かなんかなのかな。お医者さんだか歯医者さんだかで、大金持ちなんだけど、男の人なんだけど、そのただでさえ高学歴なのに、高所得なのに、それを超えちゃうっていう。天は二物を与えうるって。すげえよな。だから選ばれだよね。選ばれてるやつは選ばれてるって。メインの配信はふわっちですね。メインの配信はふわっちですね。今のところ。だから YouTube ライブも力入れたいなと思ってるんだけど、1000人超えてからじゃないと投げ銭が使えないから、とりあえず1000超えるまでは様子見ようかなと思って、チャンネル登録よろしくってお願いはしてるけど。とりあえず今、ふわっちで頑張ろうって。メイン、収入源として一番でかいから。あれかな、最高月収超えたかもしんねえな、俺人生の。人生の最高月収超えてるかもな。50万稼げてんだもんな。すげえな。そう考えるとすげえな。夢があるよね。配信で50万か。
なかなかだね。今日締め日だ。5週前いけてますね。うん。2期連続達成かな。ただ100万狙ってたからね。いやいや、俺なんか知識全然ないよ。本当にすごい人はすごくて。知識よりも勝るものってやっぱり俺は経験だと思ってるの。経験が全てというか。だから経験してる人には勝てないよ。何事も。リアルさが違うんだよね。情報の奥行きっていうか。情報の深さっていうか。そういうものをやっぱ追求していきたいなぁとは思ってるけど、いろんなものを体験していろいろ見ていきたいね。もっともっと、もっともっと強くなりたい。配信者として。まあ配信者としてっていうか人間としてだよね。あ、ありがとう、解放。お疲れ、今日。解放お疲れ。今月ラスト頑張りますか。17はまあ結構面白くなりそうな気はするけど、まあ分かんないよな。立ち上げでうまくいく、スタートダッシュうまくいくサイトもあれば。こける部分もあると思うから。パフェありがとう。解放パフェありがとう。ありがとう。なんか、結局、配信者ってさ、詰まるところ人間力勝負みたいなところあると思ってるで。結局面白い人間がつまらない人間がだけじゃん。正直言うと。それ以外ある？なくない？面白い人間か、つまらない人間かってことでしょ。で、面白い人間になればいいんだよね。面白いことをやるんじゃなくて、面白い人間になる。それが究極だと思ってて。すごい大事なことだと思ってるね。やっぱり俺自身も面白い人間が好きだから、面白い人間になりたいなっていう。アリス宅のクリーンレディはなかなか手間取った。手強かった。うん。あ、アリスの部屋汚ねえかな。まあ、なかなかあそこまでお部屋にするのも、俺も汚い部屋だけど、女であれはすげえな。結構すげえなって本気で思う。
なんか、あれだよね。びっくりするのがさ、俺さ、自分のこと神だなんて思ったこと一回もないのよ。でもなんか、リスナーさんの中で誤解してる人いて、俺が自分のこと神だって言ってるっていう風に解釈してる人がいたんだよ。配信者の女の子で。びっくりしたよね。俺が言ったのはさ、神っていうのは人じゃなくて現象だよって。で、神っていうのは、人じゃないんだと。万物が神のパーツなんだっていう話をしてるんだけど。なかなか難しいよな。人の解釈って変えることができないじゃん。こういう意図で言ったんだけど、歪めて伝わるっていうか、歪んで伝わるっていうか。言いたいことをなかなか伝えるって難しいよね。で、その間違った伝わり方がしても、それが広まっていっちゃうな。それは変えることができないからね。ギャラ3000円もらった。あ、よかったじゃん。3000円もらったんだ。よかったな。ギャラが出たんだ。グリーンレディ。なんか最近よくレクチと一緒に行動してるよね。おお、かずみさん、久しぶり。人に伝わるうちに情報は湾曲するから、そう。二次情報、三次情報をソースにしてる人は俺はすげえなと思ってて。今の時代さ、調べようと思った一次情報、要は本人が言ってることいくらでも調べられる時代なわけじゃん。レクチャーをしてんだ。いいね。かわいいでしょ。手出したらダメだよ。考えることを放棄するのと、調べることを放棄すると、すげえ危ない時代だよなとか思って。な、情報操作されたらいくらでも、なんて言うんだろうな、歪めて伝えられる時代だしね。解放三角関係の。解放もな、惚れっぽいかんな。誰でも好きになっちゃうかんな。大丈夫かよっていう時あるもんだよ。ペクチはまあ綺麗好きっぽそうだよね。なんとなく見てたか、見てる感じは。綺麗好きな感じがする。家は買えそうですか？タイトルだけ見ました。いや、あのね、物件として価値がないっていうアドバイスを不動産のやってるみやびさんとか、リスナーさんのカー君とかに聞いて、買うのやめた。すげえノリノリで買おうかなと思ったんだけど、安っとか思って。いや、そこに不動産価値なんかないよって話になって。減 価償却もできないし、税金払うだけだからもったいなくない？って言われて。ああ、そういうもんなんだと思って勉強になったよ。家は買うか買わないかだったのね。で、買うのやめた。ああ、猫飼ってるんだ。なるほど。
なるほど、なるほど。うん。猫は可愛いよな。なんであんな可愛いんだろう、猫って。うん、大好きだよ、猫。猫はなんか人に飼われるだけに進化してると思ってて。ずるいよな。なんであんなにゃんこって可愛いんだろうね。奇跡だよね、存在が。キラキラしてて。人懐っこくて。すげえ可愛い。大好きだよ、猫。あの、自由な感じもいいしね。猫かわいいよね。メイメロちゃんワード2楽しんでってね。今日は閲覧少ないからまったりコミュニケーションできるから仲良くなろう。あ、2匹いるんだ。いいね。うちはね、釈迦がいるからなかなか猫は飼えないけど、鳥もかわいいよ。すごく鳥はいいね、羽ばたくのが。ああ、そうなんだ、職場で猫飼ってるっていいね。バタフライテールいらっしゃい。まあ、みんなはね、俺のこと飼ってるようなもんだもんね。ロシアンブルーかわいいよね。でもロシアンブルーはなんかかっこいいって感じがする。かわいいっていうより、俺黒猫が好きなんだよね。近所にさ、鍵しっぽの黒猫なんだけど、こうブチになってて、茶色いブチが入ってて、ヒョウみたいな。すげえかっこいいガリガリの猫がいて、わ、こいつ飼いてえと思ったもん。今真っ黒になっちゃったんだけど。かわいいよね。7匹。すげえな。なんだろうね、あの猫のかわいさって。特に赤ちゃん猫のかわいさって異常だよね。甘えてくるとこうやってふみふみしてくるんだ、こうやって。あれ、おっぱい出すんだよね。おっぱい出すようにお母さんのお腹をこう甘えるときにやるんだよね。グイ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 って。すごいよね。グイ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 。自由気ままな感じとかが好きだ。食後きつい。3匹いる？みんな猫飼ってるの？釈迦は可愛いよ。釈迦は可愛いですよ。奇跡の存在だよ。釈迦出そうかな。釈迦寝てた。ごめんね。釈迦の餌、明日買いに行かないとな。おお、達彦いらっしゃい。どう、最近調子は。なんかホームシックになってるっぽいけど、イライラしてない。ツイッター見てると。大丈夫。調子はどうだい？ヘロー。アメショー2匹、スコティッシュが2匹、ロシアンブルー3匹、飼いすぎ。みんな猫飼いすぎ。
ところで17の手応えはどう？私帰り際で10年は電話なかったからチラ見しかできなかった。17はやる人がやったらとんでもなく儲かるし、下手したら本当に日本の配信サイト飲み込むんじゃねえかなみたいなのは思ってるね。携帯を炊飯器の上に置いてたら壊れかけた。それ壊れるかな。去勢とかが大変でメス猫ちゃん見てて痛々しいので。ああ、去勢か。ああ、なるほどな。なるほど。あ、部屋で飼うって大変だよな。夜の運動会があるんだ。まあ夜行性だもんね。グローバルではないでしょ。まあ17は、まあ1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ってわかんないけど、とりあえずスタートダッシュで頑張らないとなぁとは思ってて。みんながフォローしてくれるの頼むよ、みんな。みんなのフォローがすごい大事だからさ。応援して。あ、でも今日160人見てくれたのか。まあまあ悪くなかったね。100人以上見てくれて。まあ、あれだよな。1日から本ちゃんで考えてて、今テスト放送だと思ってるから。まあどうなるのかなっていう感じかな。頑張んねえとね。ハムスターも飼ってる。猫ちゃん全員狙うとか、むしろ檻の方。へぇ。階段、そうだね。台湾語とか本当に覚えないとなとか思ってるよね。本当にそれはあるね。ちょっと頑張らないとね。あ、フォロワー増えてる。33人。すげえな。ありがたいね。風船ありがとう。風船ありがとう。ちょっと今メガネ外してるからコメント見えねえわ。申し訳ない。目薬。目がもう疲れて疲れて。目薬そうそうして。
ああ。あ、やば。目薬が効く。超気持ちいい。やば。目使いすぎなんだよな。ああ、超目薬効く。ああ、効いた。シルバー好きですね。シルバー子供の頃から好きですね。ゴールドも好きだよ。システムはまだ全然。ああ、ありがとうね。うん、いろいろ試していこうよ、みんなで。みんなで試しながらやってこう。バーガーありがとう。リナポヨ。バーガーありがとう。リナポヨかわいいよね。ああ、まあ写真しか見たことないけど。美人さんだよね。キャバ嬢とかかな？歌舞伎のキャバ嬢って感じだよね。キャバクラ行かないけど。新宿に住んでて。なんだろうね。シルバー好きなの、なんでなんだろう。これとか普通に買いだったなと思うよ。これは、すげえいいアイテムだよ。かっこよさが。異常。すげえかっこいい。買ってよかった。お買い得ですよ。クロムとジャスティンが大好きで持ってる和道さんがつけてるのを見て。これはメーカーは特に、俺あんまり名前にこだわったりしないのよ。ブランド名っていうか。なんかデザインとか見てかっこいいなと思ったら買うって感じかな。クロムハーツとかだから、買ったこともないし、まあ高いしね、シルバーだけど。結構かっこいいよ、これ。重厚感あるし、すげえお気に入り。高かったけどね、6万ぐらいかな。こういう感じ。鷹の爪みたいな。爪みたいなデザイン。いいでしょ。ギュッと内側に向いてる感じがいいよね。爪みたいになってるの。これをこう腕に巻くと。6万。かっこいいよね。で、首につけてるやつが4万いくら。6万いくらと4万いくらで11万ぐらいしたかな。まあ、これは買いたいもん買えたからすげえ嬉しいよ。6万のシルバーアクセサリーなんか買えなかったもんね。昔は。それこそ生活保護とかの頃は。ああ、まあ、クロムハーツはシルバーで一番高いでしょ。お金持ちのね、人しか買えないよ。まあ、夢叶えていきたいな、どんどん。なんや、その髪は。俺、最近あれだよ。イケメンカテゴリーだよ。ニコ生の住人さん、何言ってんの？ふわっちでは、アイラと同じジャンルだから、俺は。アイラ様、和道様だから。マルキーニアスいらっしゃい。ヴィトンの財布買える10万で。ああ、ヴィトンには価値がないかな、俺。あ、お客さんからね、いいね。羨ましい。イケカテですよ。より目口悪いな。和道は進化したんだよ。
張り付いてるのがサブなんだ。オッケーオッケー、覚えておくわ。うん、オッケー。仕事頑張った。いいことだね。でも何でもそうだけど頑張るといいよ。変な話だけど、何でもそうなんだけど頑張ってるやつが俺は好きで、頑張ってるやつは結果残す。ニコ生戻んねえな、悪いけど。ニコ生には感謝してるよ、正直。ニコ生が俺を育てたし、ニコ生やっててよかったと思ってる。でも申し訳ないんだけど、運営のあの態度は俺は気に食わねえわ。もうニコ生に戻ることはないよ。ねえ、ありがとう。俺がニコ生に戻ることはないです。そうだね、時間いつ来るかわかんないけど、必ず結果は出るんだよね。必ず報われるっていうか、報われなかった努力ねえもんな。本当に。ちょっとリップクリーム、もう取ってくるわ。頑張るやつが好きなんだろう。ニコ生で頑張れ。もう正直ニコ生に未練はねえな。うん、昔はだいぶあったけど、今ニコ生やる気もニコ生に未練も全くない。俺はもうニコ生には戻らないよ。あそこに戻っても戻る理由がないかな、正直。うん、俺にはもう居場所がある。まあニコ生はニコ生で盛り上がったらいいじゃん。うい、琴音ちゃんいらっしゃい。うん、ニコ生にはニコ生で頑張るやつがいるっていう、それでいいじゃん。俺は向いてなかったんだよ。まあでもニコ生では俺頑張ってたと思うよ、自分で。スカトツしてやるのに、じゃあな。スカトツトツ全然受け付けてるよ。ただもう、スカトツじゃなくて LINE トツだけだけどね。スライムが死んでるね。うん、僕悪いスライムじゃないよ。仲間に入れてよ。イカじゃないね。ホイミスライムだね。ホイミスライムです。
どうだろう、まだわかんないけど、雰囲気かな、空気、うん、どうしようかなと思って。スライムなんだけど、ホイミスライムって言って、なんだろう、こいつはね、中盤で出てくるモンスターの。スライムっていっぱい種類いんのよ。スライム、キングスライム、はぐれメタルとか、バブルスライムの進化系なんだけど、これはホイミンです。ホイミスライムです、種族名。スライムじゃないです、うん、ちょっと待って、琴音ちゃんに頭きたから説明するわ、持ってくるわ。スライムではないよ。スライムじゃ、あ、スライムではありません。スライムはこれです。これがスライムです。この頭がニョンってなってて、これがスライムね。で、ホイミンが、やめてよ。これがキングスライムです。スライムではないです。これがキングスライム、スライム界の王様。わかる？わかりる？これが8匹集まるとこいつになるの、キングスライムになるのね。これがキングスライムね。キングスライムで、これがスライムね。うん、オッケー、わかった、持ってるよ。うん、で UFO キャッチャー全部取ってるからね。わかりる。うん、増えちゃったよ仲間が。また部屋がかさばるじゃないか、もう。あ、俺スライムじゃないからね。俺和道だから。スライム、キングスライム、ホイミスライム、和道だからね。和道スライムじゃないよ。いや、マジでって。スライムだと思った、スライムだと思った、この並びで。ねえ、目がちょっと寄ってるから。そうだから、和道スライムじゃなくて和道だから、俺。よろしくね。うん。スライム、キングスライム、ホイミスライム。ホイミン。FF あんま興味ないな。うん、FF はあんま興味ない、うん、サイズ感がちょっとバラバラだけどね。多分ね、スライムがでかすぎるっていうの、キングスライムが小さすぎるんだよね。ホイミンは多分このサイズだと俺は思ってる、俺、スライムで言うと、はぐれメタルだろうね。はぐれメタル。一匹狼。逃げ足が速い。防御力が高い。逃げてばっかりいる。うん、ただ、撃たれ弱い。あ、もう完璧にメタル、はぐれメタルだね。完全にはぐれメタル。うん、7回ぐらい殴られると死んじゃうからね。うん、だから、マダンテ使えるからね。マダンテ。そこはでかいよね。おい、カオス、お疲れ。おやすみ。いつもありがとうね。バカありがとう。いつもありがとう。自分のことをそんなに悪く言うな。なんかエヴァンゲリオンみたいだな。なんかエヴァンゲリオンっぽかったな。なんだろうな、エヴァンゲリオンの話していいっすか？エヴァンゲリオンの話していいっすか？エヴァンゲリオンの話を。ちょっと俺、エヴァンゲリオンってもう正直新作認めてないんですよ。もう綺麗はクソ綺麗なんだよ。ただね、初期の頃のカルト的な面白さがないんだよね。カルト的な面白さ、何だったんだろうあれって。エヴァ、俺エヴァ超好きで、誰よりもエヴァ詳しい自信があんの、配信会の中で。うん、だってさ、シンジ君がさ、俺あんなにそのパイロットっていうモチーフ、パイロットものじゃん。で、あんなにさ、その
なんていうの、弱い主人公見たことがなかったのに、今まで。そう、少年ジャンプ的というかさ、その主人公は強いものだと思ってたから。で、すげえ弱いんだよ。で、なんなら今考えると病気なんだよ、完全に。新宿に必要なのは心療内科だと本当に思ってて。うん。SSK さんいらっしゃい。そう。で、すごいかわいそうだよな。ドラゴンボール Z ね。俺でもエヴァンゲリオンは本当、初期のアニメ作品は、世の中にある、あ、なぜ首都は攻めてくるんですか？いい質問ですね。じゃあそっから行きましょう。まず、人間も首都なんですね。まず、そこをびっくりする人多いんだけど、人間も首都なんですよ。うん。で、その、首都がいっぱいいるんだけど、あれは人類の可能性なんだよね。ちょっと何言ってんのこいつみたいになるかもしれないけど、その、黒き月っていうのから飛来してくる第一首都のアダムがいるんですけど、で、まあ、アダムとイブがいて、で、そこから作るエヴァっていうのがいて、で、人っていうのはアダムの子供なのね。あ、リリスの子供か。うん。アスカ、あ、俺ね、だから、その、ちょっと待って、話が逸れてくる、申し訳ないんだけど、まあいいや、なぜ首都は攻めてくるのかっていうと、自分が人類になるため。自分が生物界の祖先になるためって言ったらいいのかな。です。で、あのね、綾波が好き、アスカが好き論争っていうのはもう永遠と繰り返してんだけど、俺はどうなったかっていうと、綾波が好き、アスカが好き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 、美里さんが好きな綾波が好きな、アスカが好きな、アスカが好きな、綾波が好きな、綾波が好きな、アスカが好きな、美里さんが好きの、律子に行ったから。今、もう律子先生です。僕は。たどり着いた境地ですね。もうそんなアスカがいいか、綾波がいいかっていうくだらない議論はしてません。りっちゃんです。一番のアイドルは。はい。もう僕はりっちゃんになってから、りっちゃん一筋ですよ。うん、俺はりっちゃんを押していくから。うん。アスカは、そう、王でしょ。りっちゃんのあの不器用さ、セクシーさ、ダメな感じ。うん。マリはないね、正直ね。マリはいらない。うん。なんか、なぜあのキャラクターを作ったのかが未だにわからないもん。うん。まあ、解説員なんだろうけど、最後の。だから、あの、グラップラーバキで言うところの元部伊蔵のポジションだよね。うん。まあ、ないです。正直、マリは。あれはね、あの、ゲンドウの同級生なんだよね。うん。ゲンドウの同級生だか、年下だか忘れたけど。要は、シンジ君のお母さんの後輩なの。うん。ないね。うん。で、あとね、俺ね、すごい嫌なのが、原作読んだのって言ってくるバカがいるの。俺に向かって。原作も読んでないのみたいな。あのね、エヴァンゲリオンって原作アニメなの。で、スピンオフっていうか、その、原作はアニメなんですよ。知らないんだよ、みんな。漫画が原作だって囚われてるバカがいるの。あれ、貞本エヴァって言って、アニメ版エヴァが原作で、それの貞本さん、キャラクターデザインをした貞本さんが漫画をやってるのが、スピンオフというかね。マーク6かっこいいよね。俺、同意見。マーク6の機体めちゃめちゃかっこよかったのに。ちなみにマーク6が持ってるのは、カシウスの槍だけどね。マーク6はね、なんか中途半端にね、活躍しなかったから、俺すげえ怒ってんだよね。あれデザインめちゃめちゃかっこよかったよね。マーク6。てか、カオルくんにあれで戦ってほしかったもんな。なんであんな雑な感じでしたんだろう。マーク6めちゃめちゃかっこいいのわかるわ。あれはメカニックデザイン、本当にいいデザインだった。ロンギヌスの槍はちなみにあのキリストを殺した時の処刑したゴルゴダの丘っていうのでキリストを貼り付けにしてまあ処刑するんだけど、ロンギヌスさんっていう人が槍でついたの最後、キリストを。で、返り血を浴びた槍がロンギヌスの槍だから。からロンギヌスって人の名前だよ。うん。カオルくんはね、カオルくんはシンジュくんの完成形だね。うん。理想の自分。
カオルくんってさ、1話しか登場してないのにキャラめちゃめちゃ濃いよね。あんなアニメで1話しか出なかったのに、あんだけキャラ濃いのって異常だよな。まあ、元祖 BL って言われてるもんね。元祖ボーイズラブとか。そう。綾波はさ、お母さんのコピーでしょ？肉体は。あれ、シンジ君の肉体なんだよ。渚カオルって。に、アダムの魂が入ってんの。やばいよね。俺、男の戦いがめちゃめちゃ好きでさ、シンジ君が、やります！乗せてください！僕は、エヴァンゲリオン初号機パイロット、碇シンジです！あのお父さんと会話が大好きなんだよ。そう。やっぱりお父さんと確執があったわけじゃん。お父さんは自分の子供じゃないんじゃないかっつって、自分の子供を愛せなかったわけでしょ。不意月の子供なんじゃないかっつって。で、シンジ君はなんで僕はお父さんに捨てられたかって理由が分かってない。で、男として、職場関係として、あの絆ができる、あの瞬間が大好きよ。家族を超えるっていうか。で、ボスケさん、風船10個ありがとう。そうだよ。あれはそういう話だよ。だから、昼ドラなんだよ、あれ。知らないで見てたの。新宿のお父さんは冬月だよ。そう。それはちゃんと書かれてるじゃん。別れ際にさよならなんて悲しいこと言うなよ。あのね、でも俺、ポカポカするはほんとないわ、と思って、もう腹抱えて笑いそうになったもんね。もう、あのね、ポカポカするあたりからね、俺はもうこの作品おかしいと思って。でも、ヤシマ作戦は正直良かったね。これがやりたかったのかーって。これを見せたかったのかっていうのが伝わった。ヤシマ作戦の凄さ。進撃でそれは唯一ね、ああ、これはすごいと思ったね。あんのすげえっていうか。確かにあの時代、これはできないよなって、予算がかかりすぎるっていうか。ジョは良かったね、正直ね。ジョはヤシマ作戦で全部挽回したっていうか。いや、もうスライム、じゃホイミンのことをさ、スライムでしょってバカにされたから、違うと。これホイミスライムだと。それを説明するためにはこの子たちを引っ張り出してくるしかなかったんですよ。名前のあるいらっしゃい。ちなみにこのキングスライムあと2体いるかね。笑えばいいと思うよっつってね。なんだろうな、暗さ。なんだろう、シンジ君がずーっと苦しんでるだけを見せられてるあの感じ。で、希望があるのかって思ったら希望が全くない感じ。劇場で Q 見たんですけど、よくわかんなかったです。何がよくわかんなかったのかよくわかんないかな。 まあ、でも Q はないよね、もう。槍を抜いてやり直すんだって韻踏んだ時、俺はもうダメだと思ったよ。なんでこれ誰か注意しなかったんだろうって。これ笑っちゃいますよって。槍を抜いてやり直すんだよ。だってさ、俺ね、シンジ君、やり直そうっつって、ロンギヌスの槍とカシウスの槍を抜くんだって。そしたら世界は元通りになるっつって、シンジ君、分かったよっつって、でも嫌だよって言って、乗りたくないよとか言ってたけど、大丈夫、僕がいるからっつって、カオル君が言うなら分かったよって言って、カオル君説得するんだ。で、その後にさ、ちょっと待てよ、おかしいとか言って、間違ってるかもしれない。シンジ君ダメだ。槍は抜いたらダメだって、これどういうこと？と思って。もうね、茶番だよ、本当に。いや、だってさ、本人嫌だっつってんのにさ、絶望してて、無理やりさ、槍抜いて世界やり直せるよっつってさ、僕いるから大丈夫だから行こうよっつって、現場に着いたらさ、ちょっと待てっつって、シンジ君抜いたらダメだって言うんだよ。もうね、ほんとね、これ誰だと。こんなくだらない作品だったかと思ったもん。もうね、ひどい、あれは。
もうね、もうエヴァじゃない感。その、エヴァの皮をかぶった何かだよ、あれ。どういうことだよな。だし、カオルくんが死んで意味があるのは、シンジくんが自ら手を汚すっていうのが良かったのよ。いや、笑ったよ、俺。会場で。爆笑だよ、本当に、映画館で。もうひどすぎて。だってさ、あれはなんで世界の終末、その世界を終わらせる流れになるかっていうと、唯一できた親友の渚カオルくんを、自らの手で殺してしまうっていうのを、罪の意識で、要は、減らって壊すわけじゃん、世界を。なのに、シンジ君殺してないんだもん、助けられてんだもん。意味がわかんないよね。これどうなるのっていう。で、まあ、新しいサイトのさ、告知がようやく出たんだよ。で、多分ね、3のリメイクなの。要は、ジョーハ Q の Q のリメイクをやるの、今回。だから、多分ね、エヴァンゲリオンまだ終わんないよ。俺の予想。どういうことかっていうと、ジョ、ハ、で、Q が異世界パラレルワールドの、で、Q を作り直して、Q が最後の3話目でパラレルワールド1、2、もう1回作るよ、多分。あ、もうね、エヴァンゲリオン作り続けると思うよ、多分。残念なことに。もう俺は多分そうなる流れ。要は Q が漢字の Q で新しく作るんだと思うかな。だから話が繋がんないのかなーなんて思ったりとか。あ、でもジェットソンは良かったね。ブースターユニット、ジェットソン。ジェットソンいつか使いてーと思ったもんね。俺もジェットソンしてー。なんだろうね、あれ。ジェットソンしたいもんね、配信中にね。ジェットソンってなんだろう？ブースターユニット、ジェットソンだよ。はい。ということで、1時間経ちましたので、アイテムをおねだりします。もしよかったら2分間、音楽流すので、アイテムください。よろしくお願いします。1時間に1回、アイテムをいただく時間を設けております。よろしくお願いします。ああ、ねぼすけさんハートありがとうございます。ねぼすけさんハートありがとう。原始人さん、風船ありがとうございます。あ、全然全然、ありがとうございます。大丈夫です、お気遣いなく。フォローありがとう。ご覧の番組は、アイテムをくださったリスナーの皆様の提供でお送りしております。楽しんでいってください。それではもう1時間雑談しましょう。で、なんだろうな、なんだろう、エヴァンゲリオン、なんで俺はあんなにエヴァに熱中したんだろう。エヴァでこじらせたと言ってもいいよね、自分の人生を。でもね、あの当時ね、そういう人いっぱいいたと思うんだよね、エヴァに響いたっていうか。で、こんな国民的アニメになるアニメじゃなかったんだよ、エヴァって。視聴率なんか全然取れなくて、放映してる時なんか、エヴァって何って言われてたんだよ。
で、劇場版が出始めたぐらいから急にブレイクするんだよね。やべえ、面白いアニメがあるって言って。今、こんなエヴァって言ってるの、びっくりして、俺、エヴァンゲリオンが、もう放映が終わってすぐぐらいにもう DVD ボックス持って、やべえアニメがあるから見ろって、もうエヴァンゲリオン、エヴァンジェリストになってたもんね、本当の。要はエヴァやばいから見ろっつってみんなに貸して、やばいわっつって。で、なんか萌えアニメだと思われてたのがすごい嫌だった。萌えの要素なんかエヴァに、萌えあるよって。キャラ可愛いよって。でもそこじゃないんだよっていう。エヴァの良さはって。エヴァンゲリオンの凄さはそこじゃねえんだよって。見た後のポカーンって感じとか、見た後俺は何を見せられたんだろうっていうか、あの虚無感とか絶望感がすごかったんだよね。だってさ、初めてエヴァ最終話見た時の、ポカーンって感じ、味わったことある？他の作品で。なんか、ちゃぶ台返しをされたっていうかさ、なんつうんだろう。全部、ぶん投げたっつうか、全部ぶっ壊したっつうかさ、あんだけ積み重ねていったものを。あんなもん見たことなかったもんね。いや、エヴァに見て鬱になった人多かったと思うし、俺実際なんだろう、当時分かってなかったけど、なんか共感できるもの多かったし、なんか見た後のあの絶望感ってすごかったよね。なんだこれっていう。ほんと。だって飯食えないって言ってたもん、友達。感受性が強い友達に見せたの。すげえ面白い、すげえ面白いって3日ぐらい言ってて、最初は見た後に、お前とんでもねえもん見せてくれたな、っつって。飯が食えねえよって。なんだこの絶望感って話になって。それがないんだよね、今のエヴァには。あれ、だってエヴァンゲリオンがアニメの常識を変えた部分あってさ、世界系っていうか、エヴァンゲリオンの後の作品でエヴァンゲリオンの真似にしか見えないのよ。でしょ？ぶっちゃけ。でもなんか、こう、ダメな自分の部分にし、あ、そう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 、リンクしてるよね、完全に。わかる、そう。なんか、見てて自分が痛くなる痛さなんだよね、あの痛さって。あ、すげえわかるわ。そう、なんか自分にもこういう部分があるっていうか、そう、人間の暗部をえぐってる部分っていうか、なんか救われない話だよね、本当に。すげえ救われないっていうかね。何なんだろう、あれは。本当それだよね。自分のね、ダメな部分にしっくりくる絶望っていうか。あれはエンターテインメントなのだろうかっていう、全部が不思議だもん。全部が不思議。すごいよな。メタファーを盛り込んだ作品はナディアからエヴァだけだな。ワドさん、ナディア見よ。見たよ、ナディア。よかったよ。ノーチラス号、よかったよ。いやー、見ました。ナディアは。だってあれでしょ？はぐれメタルありがとうございます。ハートありがとう。琴音ちゃん。なんていうのかな？エヴァの、ほら、ノーチラス号の動力になってる巨人がアダムなんだよね、あれ。で、版権が降りなかったからあれなんだけど、ナディアの続編なんだよね、あれ。最高です。ナディアの続編なんだよね、エヴァって実は。裏設定って。知ってた？ただ、版権の関係で、あれ NHK かなんかでやってたんだっけ？ナディアって。それで降りなかったんだよね。その設定ができなかったんだよね。もう何百年後かの日本、あれだって聞いたよ。ナディア可愛いよね。だからノーチラスの敵いるじゃん。ガーゴイルの生き残りがゼーレの設定なのかな？確か。まあ公式には出せない設定だけどね。版権の問題があるから。ね、もっと言ったらびっくりする話してあげようか、よ。嘘だろって言うけど、あ、言われてみたらっていうさ、ナディアの原作書いたの宮崎駿だよ。やばくない？
知ってた？これよ。ナディアの原作書いたの宮崎駿なの。やばくない？あの、原作っていうと語弊があるんだけど、イメージボード書いたの宮崎駿なの。知ってた？みんな。ナディアの設定を作ったの宮崎駿だって。よくよく考えたらさ、よく CG とかでミサトさんとかカズとかヒルドラの食卓気まずかった。あれで、あれが原因で深夜に飛ばされたんだ。あれで。あの放送がきっかけで PTA が怒り狂ってさ。あの後深夜番組になっちゃったの。あれは気まずかったよな。うん。で、よくよく考えてもらったらわかるんだけど、NHK からスタジオジブリの宮崎駿に、まあ、アニメやるから、連載やるから書いてくれって言われて、で、まあ、石、飛行石みたいな石をめぐるあれで、で、男の子は飛行機好きで、あれ思いっきりさ、ラピュタだよね。宮崎駿を途中まで書いてたの。で、これで行こう、これで行こうって言ったら、宮崎駿すごいところが、NHK の依頼なのに、こんな面白いものはうちで作るって引っ込めたんだよ。やばくない？こんな面白いものは俺が作るって言って逃げたの。宮崎駿。そのまま。天才だよね。で、設定だけが残ったまま、親会社が変わっちゃって、原作の、要はナディアを作る。で、ガイナックスに仕事が行ったんだよ。すごいよね。だから、それがラピュタなの。持って帰って俺が作るって言ったのがラピュタの方の。だから、ナディアとラピュタってあれ、すごくない？庵野と宮崎の因縁の、その、因縁感。知ってた？みんな。やばいよね。アニメ業界ってすごいよな、クリエイターたち。NHK から仕事もらって引っ込める宮崎駿もすげえと思うけど。天才だよね。こんなことやったら普通干されるもんね。すごいよね。だってみんな NHK から仕事来てさ、途中でさ、これ面白いから自分の会社でやるわって引っ込めることできる。ご法度にも程あるでしょ。うん、いや、宮崎駿は本当の天才だと思う。うん、アンのパヤオのことくっそ言ってたのにね、今じゃ戦友。え、何言ってんの？パヤオ、あれだよ？アンの師匠だよ。何言ってんの？多分それ中期からしか知らないからだよ。あの、エヴァンゲリオンって、ナウシカ2を作りたくて入社したんだけど作らせてもらえなくて、それでどうしようもないからって作ったのがエヴァンゲリオンなんだよ。だから巨神兵なんだよ、エヴァンゲリオンの設定って。だから後から巨神兵をやらせてもらったりしてんのよ。あとウルトラマンがミックスされてんの。だから3分間しか動けないっていう設定があるのよ。で、あのナウシカの巨神兵オウムをなぎ払うシーンあるでしょ。あれ書いたのあんのだよ。だから、もののけ姫っていう超大作作ったじゃん。その時に師匠を超えるっつって、エヴァンゲリオンの劇場版ぶつけたの。夏休みの興行で。それで喧嘩しちゃったの、お互い。要は、庵野からすると師匠に対する反抗心で、要は師匠を超えてやるって言って、俺の超大作ぶつけるっつって、宮崎駿の超大作の人生かけ、お互いが人生かけた超大作をぶつけちゃったの。アニメ業界ではご法度なのよ。うん。それでダメになったの。ああ、全然いいよ、寝落ち。うん。気分で。そう。うん。だから、もともと師弟関係の。で、2年か3年ぐらい大喧嘩してて、もうディスり合い合戦だったのよ。パヤオは死んだとか、宮崎は宮崎で、あんなエヴァンゲリオンなんか見てないとか言うのに、別の雑誌では、あんなもん子供に見せるもんじゃないとか思いっきり言ってたりとか、お前見てんじゃねえかっていう。それで、ディスり合戦になってて、で、鈴木敏夫さんが NHK の対談番組かなんかでブッキングさせたんだよ。サハラ砂漠旅してたの。庵野さんがもううつ病になっちゃって。それで、サハラで対談するんだよね。うん、そんで、サハラの対談は、多分、宮崎駿庵野で、対談で検索すると出てくると思うよ。まだ V が。すごいギクシャクしてたよ。うん、で、一回死にかけるのかな？ポニョかなんか作る後だか前だか忘れちゃったんだけど、その時に宮崎駿が病院で鈴木敏夫を呼んで、遺言で、庵野に、もうナウシカ作らせていいぞって言った。
で、宮崎駿は復活して、やっぱりやめだとかわけのわかんないこと言うんだけど。で、その後、だから、まあ、風立ちぬ。で、声優を依頼するって。あれはもう正式な皇位継承だよね。俺の一番弟子だっつうか、俺の弟子はこいつだけだっていう。で、それを遠くから、押井守が見守って悪口を言うっていう、いつもの構図だよね。天才と天才が慣れ合ったり喧嘩したりするのを、押井さんはこうやってやりながら、なんかブツブツ文句言うっていう。でもなんか天才同士の会話とかっていいよね、なんか。風立ちぬよかったよね。俺もうボロボロ、泣くからいい作品とは思わないけど、もうね、恋愛的、要はさ、あれってさ、愛せなかった話じゃん。死んだ後にさ、その直子が夢と同じくらい大切になったって話でしょ。愛せなかった話じゃん。もうでも完璧、もう俺、全部が完璧だと思った。もう本当に天才。あれさ、要はわけわかんないっていうバカが見るのと、直子と、なんだっけ、堀越二郎の恋愛がすごいって言って泣く。要は純愛だって泣く。そこじゃないんだよ。本当に天才すぎる天才。要は宮崎駿自身なんだよ、あれ。が、クリエイターの業を書いたところがすごかった、俺だから。夢ってこういうことだよっていう。だって、アクションシーンがないのよ。アクションシーン書くんだぜ。だってさ、飛行機で図面引いてる絵なのにさ、ズワーって紙が舞ってさ、ブワーってなるじゃん。あんなのある？あんなアクションシーンある？俺見たことないよ。図面を引くかっこいいエフェクト。すげえよ。おやすみ。ゆっくり休むよ、メイメロ。また来てね。すごいよ。天才だよ、あれ。あれはすごい。だからでも面白いね。少年時代の宮崎駿はトンボでしょ？中年は紅の豚でしょ？で、青年は堀越二郎でしょ？全部宮崎駿なんだよね。全員メガネかけてて飛行機好きなんだよね。なんか宮崎駿の自分大好きなところは俺、クリエイターだなって思うよ。やっぱり自分好きなんだなっていうか、自分主人公にして、自分の可愛さとかをキャラクターにこう馳せるっていうか。パズーとかもそうだろうね。まあ、パズーはさすがにメガネ外させたんだろうね。鈴木敏夫が。もうさすがにメガネ勘弁してくれないですかっつって。もっと元気な子でいきましょう。カービィかわいいでしょ。 パオさんいらっしゃい。クテーンってなったら。コンビニで衝動買いしちゃったんだよね。ローソンで売ってて。2種類あったんだけど。カービィ。かわいいよね。これは買うよね。こんな目で見られたら買わない？コンビニの棚で、なんか、もう売れ残りみたいな感じで雑に扱われてて。残り2体だったの。いやいや、お前うちに来いと思って。もうダメっつって。この子はうちに来る子だと思って、もう。ダメダメ、こんな棚に飾って雑に扱わないでと思って、もううちに呼んだ。誘ってるよね。 カービィ。これは買いだったかな。もう即買いだよね。サイズ感も良かったし。メアリーと魔女の花。ないかな。
なんか超かっこいいなと思った主人公、俺ペコなんだよね。すげえかっこよかった、ペコ。配信減らってもう引退しようと思って、ずっとピンポン見てた。その時ペコがすげえ響いちゃって、もう一回卓球教えてくれろって言ったの。あのシーンがすげえ好きだった。なんか泣いちゃったよね、ペコ。あれで、ああ、配信やらなきゃってなったんだよね。ペコが俺のこと救ってくれたんだよね。ピンポンかっこよくない？アニメ版のピコ、ピンポン良かったね。めちゃめちゃかっこよかった。俺、あれ、卓球見る前にピンポン見てたら、卓球少年になってる自信があったよ。とりあえず卓球部に入るよね。絶対に。ピンポン良かったなぁ。風船ありがとう。あと、友達におすすめされたマインドゲームっていう作品があって、マインドゲームすげえ良かったなぁ。ピンポンからなんか超えてないかな。ピンポンから面白いってアニメないかな。なんか銀河英雄伝説とか見たけどもう全然耐えられなかったし、なんだっけ、なんとかのルルージュみたいなのないっけ、なんか目がどうのこうのみたいな、あれもすげえ面白いよって言われたけどめちゃめちゃ退屈だったし、なんか全然面白くねえと思って、なんか、ああ、でも、なんかガンダムを初めて見たのが鉄血のオルフェンズだっけ。あれは見たんだけど、もう1話2話が痛くて見れなくて、ただ戦闘シーン見た瞬間にガンダムすげえってなったよね。マインドゲームすごいいいよね。何回かな？何回っぽさはなかったけど、あの展開の凄さっていうか、マインドゲームの。どこに向かってるんだっていう感じがしたの、最初。何がしたいんだろうって思ったら、あ、ピノキオなのと思って、すごいと思ったよ。あ、これピノキオじゃんって思って。すげえと思って。最初の方からサスペンスやりたいのかなって。なんか、ねえ、ラブロマンスやりたいのが何なんだろうと思ったら、ピノキオだったっていう。マインドゲーム面白かったなぁ。そうね、なんか、いい作品だったね、あれは。ただのピノキオなんだけど。あと、なんだろう、やっぱりね、コン・サトシ監督って言ったらあれでしょ。なんだっけ。パーフェクトブルーか。パーフェクトブルー今見てもなんかさ、俺らほらネットで仕事やってるじゃん。なんかパーフェクトブルーの時代から変わってないなっていうか、まさに現代見るもんじゃん、あれパーフェクトブルーって。なんか2チャンネラーの闇みたいな、ニコニコ生放送を見てる奴らってこういう奴らいるだろうなっていう怖さがわかるんだよ。パーフェクトブルー今見ると怖いよ。いや、もうね、あれは高架機動隊じゃないよ。あのね、高架機動隊を知らないで見たら、まあまあ普通ぐらい面白い。別に悪くないんだよ、正直。別に悪くないの。ただ、なんつうんだろう。これじゃない感。もうね、要は、アニメ版の高架機動隊なんだよ、ただの。だから俺らは知ってるシーンをただなぞられてるだけなの、実写で。新しさが全然ないの。だから、みんなで見に行ったのは和同僚なんで。まあね、うんって感じだった、俺らは。まあ、こうなるよなっていう。で、別に悪くないよね、監督も。うんって。でも良くない作品だね、みたいな。うんって。うんって感じ。だから、多分ね、
高架機動隊を見たことない人が見たら面白いかもしれない。初めて見るんだったら。ただね、これじゃない感がすごかったな。なんつうんだろう。なんか、あのね、予告されてないところで桃井香織が出てくるのよ。もうびっくりするの。あの、SK2 な感じで出てくるから。うん、ええー、と思って。ビートたけし聞いてたけど、桃井香織は聞いてねえよっていう、もう、桃井香織が出た時のあの空気感。会場の。劇場の桃井香織が出てきた時の、桃井香織の存在感に面食らうんだよ、みんな。すげえな、こいつっていう。すごい女優だな、っていうか。絶対配役間違ってるんだよ、監督が。隠し玉持ってたかっていう。あれはね、でもね、ハリウッド版って言ってるけど、あれ日本の資本がかなり入ってて、あれ日本の映画だよ。監督と資本を半分アメリカに譲渡して、押井守が絶対手こ入れしてる。あれは配給日本がかなり金入れてるから、あれは日米合作って言わないにダメで、卑怯だよ、うん。日本のマーケットを完全に狙って取ってる。ただ、良かった点は、俺絶対、正解だったと思うのが、ビートたけしに日本語喋らせたの。だからすごい良かった、それは。そこだけは評価してる。ビートたけしに英語喋らせないで恥をかかせなかったっていう。まあ、なんか、ニコニコの紹介議の時に喋ってたんだけど、日本語だったらいいよっていう、たけしがオファーを出したんだって。やっぱブランディング上手いよね、たけしは。だから普通に、少佐とか言ってんの。でもね、そこがちょっとあれなんだけど、たけしと少佐が語り合うシーンがあるんだけど、うん。え？あ、いい、バカありがとう。たけしが元子に言うセリフがあるんだけど、元子のリアクションがちょっとなんか変なの。だから、多分ね、なんつうか、本人が言ってるニュアンスの演技、たけしが仕掛けてる演技に対して何言ってるかわかんないから、そう、よくわかってない顔みたいな、もうこんな顔なの。スカーレット・ヨハンソンかみたいな。もうなんだその顔と思って。ちゃんと打ち合わせしとけよっていう。あと、一番ダメだったところが、スカーレット・ヨハンソン原作絶対見てない。要はね、元子をちゃんと演じられてないの。っていうのも、それ言ったんだけど、攻殻機動隊の世界ってさ、元子が、なんて言うんだろう。元子は擬態なの。だけど、心を持ってるっていう設定じゃん。なんか、機械的な演技をしないといけないんだけど、一個だけすごいそこは演技良かったところがあるんだけど、原作確実に読んでないの。あのね、元子の格好良さって、拳銃とか構えてもずーっとこういう目なの。で、こうパクパク喋んの。わかる？無表情で、戦うっていうか、冷徹なキャラクターなんだけど、潜入するときの元子が、こういう演技しちゃってんの。これってビビってるってことじゃん。思いっきり人間的なシーンなの。わかる？元子のかっこよさってずーっとこうやってやって殴られてもこういう、この状態で演技するじゃん。わかる？これが元子なんだよ。だけど、ってホラー演技しちゃってんの。これ絶対やっちゃいけないの。もうね、これを見た瞬間に、あ、こいつ原作読んでねえわっていう。わかるでしょ？元子っぽさっていうか強さを描けてないの。演技できてないの。だから元子の設定を理解してないんだよね。そう。うん、で、もともとなんで少佐って呼ばれてたかっていう設定とかも全部あんじゃん。意味わかんなくて、設定がめちゃめちゃで、飛行機事故が起こって脳みそ入れ替えて、過去の記憶がないんだけど、1年後になぜか公安休暇に入るっていうむちゃくちゃ設定なの。で、いきなりもう少佐って呼ばれてんの。もう、原作読んでんのか、こいつら、みたいな、シナリオ書いてるの。もともと、少佐って呼ばれてたの、軍属だったからじゃん。なのに、飛行機事故で、脳みそだけになった女の子が、世界初の擬態化になって、なぜか知らないけど、1年後に公安休暇のトップに立つのよ。で、少佐って呼ばれてんのよ。大丈夫かな、みたいな。りゅうちゃんおはよう。俺はね、ちょっと設定、なんか、少佐って呼びたくなるのもわかるけど、原作理解してんのかなっていう。やっぱね、攻殻機動隊無理だよ。バカが作ると無理。白尾正宗って天才すぎるんだよ。本当に。
もう、漫画の中に完結してるんだよね。あの人が書いた世界観っていうか。天才中の天才だから。だからまあ無理だよね。あの天才を超えることは無理っていうか。バトーの演技良かったんだよな、でも。バトーがかっこいい。何がかっこいいって、トレンチコートをファッて脱いで、こう、拳銃構えるシーンがあるの。このファが良かったね。こう、バッて一回、コート着るじゃん。ロングコートをバッて一回払うの。スローで。で、こう打つっていうシーンがあって、それはすごい良かった、このファが。これ無駄な動きなんだよ。だけど、こっからバッて出して、こうスローで行くシーンがすごい良かったね。すごいよね。だってインターネット普及してなかった頃にインターネットの先を見てたからね。すごいよね。天才でしょ。で、ね、スタンドアローンコンプレックスって言って、もう今現在起こってる現象じゃん。これだけ繋がっても個人がどんどん孤独になってくって。それニコ生とか放送を見てる俺らは、まさにみんなが持ってるし、俺も持ってるものだ。それを言い当てたんだよ。ネット社会がもう一般的になって、世界が繋がって共有できて、つって。で、電脳化って言ってるけど、あれ、高架機動隊が初めて打ち出した概念だからね。技術がなかったのに。すごいよね。で、絶対孤独になるって言って。孤立化していくって。どんどん繋がれば繋がるほど、人の個人っていうのは孤独になってくんだって。やばいよね。すげえと思うよ。それを想像できたっていうのは。攻殻迷彩の、だってね、概念も作ったのも獅童正宗でしょ。天才。本当の天才。加藤さんが笑い男って退治したのに似顔絵描いたら霊のマークになってた。っていうか、笑い男はすげえよな、あのキャラクターは。あれはすごいいいキャラクターだったし、クゼも良かったよね。個別の11人も。
あれ、3作目は誰が敵なんだっけ？ソリッドステートソサエティだっけ？あれなんかあんま記憶に残ってないけど、敵キャラっていたっけ？元子自身が敵だったんだっけ、あれ。トグサ。トグサをああいう風にキャラクター化したっていうのは良かったよね。トグサってぶっちゃけなんか、そんなにかっこいいキャラクターじゃなかったもんね。なんか、押井守がやっぱ上手かったんだろうな、そこ。トグサをしっかり描かないと、対比が作れないっていうか。あれは押井さんの功績だよな。トグサを掘り下げたっていうか。トグサもっとね、とっぽいキャラなんだよ。あんなね、かっこいいキャラじゃなかったんだよ。待てば使いね。待てば欲しいもんね。待てばを家に飾りたいもんね。あのシーン再現したいもんね。待てばでよければ。準備できてるって。行くわよって。準備できてるって。カチャ。待てばでよければ。かっけー。待てば欲しいなー。原作はギャグ要素もあったし、エロ要素もあったっていうかさ、完璧なんだよね。SF もあったし、まあ SF 作品だけど、SF のレベルは桁違いですさ。俺、エロの要素がすごいあったのは、あれすごい。あれ、てかエロ漫画だしね、そもそも。元子の副業がだってさ、電脳売春婦っつうかさ、セックスパーティー開く主催者じゃん。裏稼業が。あの設定もすごい好きだったのに。元子だから、その、かっこいいキャラクターに書き換えちゃったんだよね。おしいさんが。だから、アライズとかは、ちょっと、原作に寄せてきたなと思ったの、キャラクターデザイン。だから、おかっぱの元子好きなんだよ。アライズの。キャラデザはあっちの方が好き。今の広角機動隊、赤いジャケット着てる方可愛いもん。元子はエロくないとやっぱダメだよね。あとそうそう、ハリウッド版の攻撃動態許せなかったのが、特 A 級のハッカーだっていう設定を抜かされちゃってたのがすごい嫌だったね。元子の最大の売り、特 A 級のハッカーの部分が、そこがないんだよね。だからもう攻撃動態じゃない感がすごいんだよね。もう高架機動隊は出てこないかな。ネタ全部吐き出したかな。なぜ男は綾波に惹かれるのか。和道論どうぞ。あ、それは、押井さんが言ってるけど、イノセンスって映画で言ってるんだけど、これ、なんて言ってるか。最も美しい、あ、ちょっと待って、エコーかける。最も美しい人形は、心を持たない人間だ。最も美しい人間は、人形のように心を持たない、あ、待ってよ。ちょっと待って。最も美しい人形は心を持たない生身だ。最も美しい人間は心を持たない人形のような、あ、違うな。そんなセリフがありました。はい。要は、綾波レインに惹かれるのかっていうのは、心を持ってない人間として書いたから。一番綺麗な人形に見えるの。人形の完成形として。噛みまくったね。頭回ってない。ごめん。もう、だって14時間目ぐらいの放送だから。要は、最も美しいものっていうのは心を持たない生身だっていうことを言ってんの。敵キャラクターがそれを言うんだけど。そういうことでしょ。うん。綾波レイの良さっていうのは、だからマグロですよ。うん。要は、俺はそれ本当に思うの。
最も美しい人形は生身の体を持って心を持たない人間。綾波レイですよ。だからそれに気づいてたんだろうね、アンノは。だってさ、俺らが可愛いって思うものってあれおっさんだもん。おっさんが書いてるんだもん、全部。可愛いって、萌えって言ってんの。あれおっさんが書いておっさんが萌えっつってんだよ。気持ち悪いんだよ。だからおっさんの妄想なんだよ、全部。でも、だから女の子は、男性が描く女の子、絵は可愛いんだけど、こんな女の子いないよって。うんこもすれば、むしろもっと汚いものなんだよ、女って。そう。女ってもっと業の深いものなのね。でも俺らは、なんで男、おっさんは理想の女の子を描くかっつったら、俺の思うおっさんの中の可愛らしさを描くわけじゃん。俺こんな可愛いんだぜって。俺、要は俺でしょ？俺の可愛さを描くわけでしょ。で、おっさん同士が可愛い可愛いってやってんだよ。だけど、庵野のすごいところは違うと。キャラクターを入れたいんだと。だから人形を描かないダメなんだということに気づいてたんだよね。俺はだからそこだと思うよ。綾波レイに惹かれるのは何か。だからその対比として、最も人間らしいのをアスカとして描くわけじゃん。人間らしくより。で、エヴァンゲリオンがも、綾波レイが流行ったっつうか、アスカ綾波論争が起こったのは、庵野の天才性のもう一つなんだけど、これを見てほしいの。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これを見てほしいんだけど、キャラクターデザインとして正しいのはこれなんだよ。絶対に。この画像を見て。おしとやかなキャラクターと、おてんば娘のキャラクターっていうのは、普通こうやって描くの。おしとやかな人は髪の毛をロングに。で、おてんば娘は髪の毛をショートにって描くの。これを逆転させたんだよ。エヴァンゲリオンって。わざとキャラクターデザイン。こっちの方がみんなしっくりくるでしょ。綾波レイ可愛いんだよ。こっちの方が。わかる？髪長い方が可愛いの。で、アスカは髪短い方が可愛いんだよ。これが正解なのに、あえて逆をやったから、そう、今までにないキャラクター像。要は、髪が長い方がおてんば娘で、髪が短い方がおしとやかっていう。この、今までになかった、ありそうでなかったっていう逆転の発想を初めて導入したのが俺はエヴァンゲリオンだと思ってる。大丈夫かな？女の子引きまくってるぜ、これ。気持ち悪いオタクの話になってきたもんな。綾波レイでここまで熱く語れちゃうかんね。まあ、こういうところかな。なんか、エヴァンゲリオンのすごいところっていうか。まあ、庵野が天才っていうか、仕掛けがうまいっていうか。アスカ可愛いでしょ？絶対綾波も髪の毛ロングの方が絶対可愛いんだよね。これが正解なんだよ、どう見ても。勉強になりますって。風船ありがとう。ね、俺は綾波、このロングの綾波の方が好きだね。可愛いね、この綾波。この逆転現象っていうか、キャラクターっていうものの作り方をうまく、仕掛けがうまいっていうか。俺らはほら、生主ってキャラクター商売だから、こういうの勉強になるよね。実はだから、自分のキャラクターを作るっていうことすごいこだわってやってて、結構その仕掛けがうまくいってるんだけど、それはまたまた後々、後世の評論家たちが語ってくれるよ。和道っていう配信者はいかにそのキャラクター商売をやってたかっていう。俺の仕掛けにいつか気づく評論家が出てくるっていうことを信じてます。実はね、結構自分の体でキャラクター作りしっかりやってるんですよ。まだ完成とまでは言えないけど、やっと形が見えてきたかなっていう、原型ができ始めたぐらいだけど。ここからあとは煮詰めるだけですね。でもそのキャラものですごい上手いなと思ったのは、俺はノエルだと思ってたよ。ノエルはすごいね。ノエルを演じきってる。あとやっぱうなちゃんマンかな。自分っていうキャラクターを作り込むっていう。天才だろうね、二人は。要は、
自分を演じるってすごい難しいのよ。でも自分を演じないとキャラが成立しないんですよ。で、一切ブレないのは見ててノエルと、うなちゃんマンかな。キャラクターがすごいっていうか、徹底してるっていうか。うん。うん。金梅さんもそうかな。うん。だからね、話が面白いとかじゃないんだよ、この世界。キャラクターを作れたやつが勝つんだよ。キャラが濃いやつが勝つ世界だから。で、あとは、ファンが、どんな人がつくか。その自分のキャラクターに乗っかってくれる人。いや、俺らもね、アニメ作ってるようなもんなんだよ。アニメ作ってアニメ演じてるようなもんなんだもん。たまにキャラに振り回されて暴走するときあるもんね。自分で。あの、みんながイメージしてる和道っていうのが先行するときがあるの。その、暴走するんだよ、キャラクターって。それは多分生主やってみないとわかんない。生主やってある程度有名になると起こる現象だから、あれ俺が一人歩きしてるぞっていう、追いついてないぞっていう時があんの。それはすごい変な感覚だよ。和道どこ行くんだろうって客観的に自分で眺めてるっていうか。どこに向かってるんだろう。ミスタービッグさん、こんばんは。楽しんでいってください。かわいい。スライム、キングスライム、ホイミン。ホイミン一番お気に入りだね。うん、アップルパイおはよう。もうすぐ俺寝るけどね。中国の配信サイト見てきました。ああ、ありがとうございます。一人の生主に43万人見てる。すげえな。新人でも4000人オーバー。すごいでしょ。で、あそこ、8月から正式に僕やるんで。まあ、結果出したいと思ってるんで、応援よろしくお願いします。もしよかったらね、アカウント作ってフォローしておいてください。光栄なんで、日本のオープニングスタッフっていうかね、オープニング配信者として頑張っていこうと思うんで。チーアナゴ6個ありがとうございます。でね、ガーディアンっていう仕組みがあって、一人だけしかなれないんだけど、オークションで一番お金を払った人が、バックステージパスみたいにね、特別な、はい、リスナーさん、特別なコメントが打てるっていう仕組みがあるんで、もし興味のある人は、今のうち、お金が安いうちにガーディアンになってもらえると嬉しいです。どん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 お金が上がっていっちゃうんで、オークション制なんで、もしよかったら、今のうちガーディアンになってください。今ね、レベル16かな。今レベル何になったんだろう。今日の配信で結構レベルが上がったんですよ。レベル30まで頑張りたいな、一気に。今ね、俺はレベル17かな。レベル17だね。皆さんぜひフォローよろしくお願いします。
あれこれシェアってできなかったっけ。女生主が、9割っていうサイトです。女性生主9割です。バック率はごめんなさい、バック率はごめんなさい。ダメダメ、はい、一番すごい人は、たった一枠で、3000万振り込まれましたね。桁が違うっていう。男性の歯医者さんなんだけど、たった一枠で、3000万振り込まれたっていう伝説の配信者がいるそうです。桁が違うよね。まあ、しょんべんちびるよね。台湾で人口どれくらいいんだ？あ、でも中国語だから人口が多いのか。日本はまだ YouTube ぐらいですもんね。うん。だからこそ俺は配信者で億万長者になりたいんですよ。ぶっ飛んで成功して、配信ってすげえって仕事なんだ。だって中国の大学って今配信のやり方っていう大学の講義があるぐらいだもんね。あの配信で人気になるっていう授業があるんですよ。日本がいかに遅れてるかってわかるでしょ、うん、とんでもなく遅れてますよ。これからまあだんだん追い上げてくると思うけど、そもそも配信文化は日本がね、世界だよ。本当に。多いぐらいだから。早かったしね。まあなんか金を払うことが悪いことっていう考え方は本当捨てた方がいいっすよ。日本は。もういい加減資本主義に慣れた方がいい。中国の中線システム10年前からあるんですよ、ね。ああ、そうなんだ。知らなかった。早いね。まあ投げ銭、まあ投げ銭が当たり前だもんね。チップ払うっていうのが、欧米とか当たり前だから。あ、フォローありがとう、ノンさん。ありがとうございます。まあだから日本はいかに遅れてるかって話だよな。本当に。うん、フォロワー33か。どこをやって伸びていくかな。日報につけておかないと。文化の違い、割り勘という文化がない。へえ、あー、割り勘って文化がないってすごいな。まあ、金ある人が出すっていう考え方か。あー、すごい。はい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 。まあ中国っていうか、あの沖縄もそういう感じっすよね。沖縄は飯行こうよって声かけちゃったら、その人が絶対おごらないといけないっていう文化があるから。チップっていうか、その仕事に対する意識が違うんですよね、やっぱり。その欧米とかは資本主義だから、自分より職業の下の人にはチップを払わないと、何かを命令したりお願いしたら失礼だっていう考え方があって、で日本っていうのは仕事をきっちりやって仕事の分をもらうのが美徳っていう
だから旅館で、その高級旅館で武士がいいサービスを受けた、これ受け取ってくれって言ったら、旅館の女将が頭を下げて、これは受け取れませんと。我々の仕事をした分は我々の分でいただいてますからっていう美談があるぐらいだから、そのチップを断るっていう。まあ、割り勘、敗戦国ならではの風習というか、なんかそういうのは日本に染みついてるね。あのね、違うよ。99%っていうか、90%ぐらいが農民だったっていうのがでかいんだよ。こんな国ねえんだよ、他に。で、日本は日本でね、完成された社会主義だったんだよね、江戸時代まで。お金っていうものよりも、お米の石高？要は、米がどれくらい生産できるかで国を管理してたって、異常だよ、やっぱり。異常っていうか、いい文化でもあるけど、すごいと思うよ。石高とか、要は何万石っつってさ、そのお米がどれくらい取れるかの計算方式じゃん、あれ。要は農地がどれくらいあるか。で、その農民がどれくらいいるか。要は、農地イコール国の力で、どれくらい国民を食わせられるかっていう考え方って、俺、独特だと思うもん。要は、お米本位制って言うんだけど、金本位制とかじゃなくて、お米の方が、要は食うこと。食うことの方がお金より価値があるっていう。な、資本主義向いてないんだよね、この国。俺は向いてると思うけど、自分自身で。国民性として向いてない。お金を稼ぐことは悪いことだっていうふうに潜在的に思い込んでるんだよね。なんか、美徳っていうか、浅ましいみたいな見方があるじゃん、どっかで。日本はいい民族、総合的に。まあ、バランス感覚はめちゃめちゃいいし、だからね、日本は日本の文化でやるべきだと俺は思ってる。アメリカに押し付けられた民主主義なんて全然民主主義じゃないっていうか、日本に合ってないんだよ。政はね、持ちは持ち家に任せようって考え方で、庶民は庶民で楽しむっていう、そういう方が合ってるよ。皆さん、お疲れ様です。ありがとうございました。今日はそろそろ寝ます。今日16時間ぐらい放送やりました。マンスリー最後なんで、最後にアイテム応援していただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。来月も頑張るんでね、今日も起きたら放送やります。マンスリー応援よろしくお願いします。それでは皆さん、お疲れ様です。お疲れ。いやー、配信、面白いね。奥が深いね。ただ、一ね、やっぱこの業界に携わる人間として、この業界はでっかくしていきたいと思ってます。頑張ります。ねぼすけさん、お疲れ様。チェアナゴありがとうございます。予算風船50個ありがとうございます。応援ありがとうございます。みんなで盛り上げていきましょう。新しいエンターテインメント。まだまだね、批判とかもあるけれども、僕らが変われば世界が変わるんで、盛り上げていきましょう。お疲れ様です。みんなもぐっすり休んでください。それでは皆さん、おやすみなさい。ありがとうございました。ご覧の番組は、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。